ラウスクイーン。アローズスクリーンのシーサです、さて本日は愛知県大府市にございます、こちらのお店ラッキープラザ大府店さんにやってまいりました。カイド日記で初めてお邪魔するこちらラッキープラザ大府店さんですけれども、今日は4月9日週末土曜日ということもあって、すでに非常に多くのお客様が入場口には並んでおります。ちょっと入場このままだと後ろの方からの入場になってしまうんじゃないかということで、何に座れるか分かりません。ちょっと一回台の方を見回して選んでいきたいと思います。それではシーサの街道日記第482話よろしくお願いいたします。さあかなり多くのお客様でもう入場前から盛り上がってますけど、行きます。おはようございます、よろしくお願いします。さあやってまいりましたラッキープラザ大府店さんです。おはようございます、失礼します。台に座らなきゃいけませんが、まずバジリスクはやっぱり埋まってますね。バラエティもかなり魅力的な台が並んでます。十字架とか、あ、大量もありますね。バトハル4。出遅れただけではなく、ちょっと体を決めれずに早くも迷走してます。こうなったら仕方ないので、スーパービンゴプレミアムかアナザーゴッドハーデスかミリオンゴッド神々の凱旋、これに行きます。ハーデス行きます。入場した後も台が定まらずにうろうろしてしまいました。結果うろうろしている間にこの26ゲームはすでに回されております。最近朝からハーデスを打つ頻度というのもちょっと少なくはなっていますけれども、その中でどちらかというとこうバーンと出る実戦よりもなんかこう天井間際まで行ってしまう、あるいは天井に到達してしまうということの方が多いような気がしますね。あなたのハーデス今日はどんな展開が待っているか。これで100ゲームを過ぎましたね。まあ、まだまだ浅いゲーム数ですけれども、100ゲームどれくらいかかりますかね、初当たりまでに。1000ゲーム以内で当たってほしいですね、まずは。あ、エルドン103ゲーム。さあそして黄色背景、早い段階でジャッジメントのチャンスが来ました。ああいうところを飛ばしてると大きなハマりになりかねません。当てたかったな今の。今度はあ、出だしたな。あれこれ延長中じゃないですか。セルゴン効果かな。
下段式なので当選していたんでしょうかね。まだ当たってはないですけど、ここはもうかなり暑いところ、当たります。はい、当たりです。当たりです。ゲーム数は138ゲーム、初期投資は200枚と早い当たりになります。ヘルゾーン黄色背景、日中ゲーム間スルースタート、あれ5巻プラス下段機なのでしょうね。あそこから一気にまた当たりとなりました。早い面回転でございます。ちょっと早い当たりって言ってたら隣は早い面回転でした。ドキドキですよね。朝一最初のジャッジメント、最初のエンジンが面回転、いやーしょうがないと思いますよ。もうそれは全回転ですから、どれで止まるかはもう3分の1ですからね。いや素晴らしいものを見せていただきました。それでは本日1回目のジャッジメントに参りたいと思います。いきなり左の台は全回転でしたが3止まり。さあこっちはどんなジャッジメントが待っているか。ケルメロスでございます。まあケルメロスですけど、初当たりは良かったと思います。かなり早い段階です。なったんじゃないですかね。参ります。よし、幸先は悪くないですよ。アナダホタワーです。出したいですね。いきなり出したいですね。さあ上手です。ここはチャンス目から上手は中ゲーム。状況でしたので、残りゲームの少ないところ、ぜひ当てたい、そして乗せたい。
あ、エンディング終わって780ゲームとなりました。かなり序盤でチャンスは来ていましたけれども、実は消化中レア役ほとんど来てないんですよね、この780ゲーム間。引き上がり気ならや中断気ならといったところは一度もありませんし、本当にチャンスで中断リベレも数えるほど、それぐらい何もない通常ゲームをちょっとここまで回してしまいました。何か来ないかな。さあ889ゲーム、ここはちょっとヘルトンなかったなと思いましたけど、さあ何でしょうね、紫なのかレイオかプレミアゴッドか、この3つのどれかが確定です。わあ久しぶりに見た。いきますよ、投資は今1450枚ですね。さあこれプレミアムハーデスありますね。どっちだい、紫7でした。まあプレミアムとかプレミアムハーデスに期待しましたが、2回目のボットゲーム889ゲーム紫7での直当たりです。あー演出的にはかなり熱い確定演出でしたけれども、あとはジャッジメントです。よし、さあゲルベロスは回避できました。紫ならでもゲルベロスの可能性は高いですから、ここは良かったと思います。何百ゲーム乗せれるか、いきます。ベルセブンでの10ゲームちょっと寂しかったです。右上がりキナナのおかげで100ゲームスタートです。投資が1450枚か、ちょっと難しいですね、取り返すのが。大きな上乗せがないと。今左の台がですね355ゲームで開いたんですけど、移動します。
持ちこいて、で400ゲーム手前ですから左の台400ゲーム台までちょっと回してみてもう一回考えたいと思います。です凱旋やっぱりこう出せないときつい台ですよね。出せないと出ればいいんですけど、何打てばいいんだろう。さあ化け物語意外といいかもしれないですね。2000枚でしょ。うまくいけばバイバイチャンス、超バイバイチャンスでもう一発で取り返せますので、まあ、ゲーム数は414ゲーム、しかも今日1回天井まで行ってるんですね。化け物語行ってみましょうか。化け物語に今回は望みを託したいと思います。行きます。総投資がすでに1800枚ありますので、これが1850枚目の投資ということになります。1800枚、そして初当たりまでの投資を考えれば2000枚以上は出さないといけないでしょう。ここはまずスイカですね。座って最初のチャンス焼きとなります。さあそしてチャンス目ですね。スイカ夜ステージチャンス目と、まあ、いい流れで今レイヤー聞いてますので、このまま帰ってのキー、そしてハッピータイム、総投資は2000万以内で HD 当選を迎えたいところです。さあここはチャンスオブチャンスとなります。外れ、そして学習塾ステージ、タイの文字も大きいですから、ここはチャンスオブチャンス、いきなり来ましたね。まだ投資は100枚です。このタイで上がりそうですね。400ゲーム台から打ち始めて400ゲーム台で最初の回転の儀当選となります。さあ当選はまだ3本150枚です。おもしがり何さってるぞ。一応だから重みを返していく。最初のチャンスゾーンですけど、もういきなりこのチャンスを生かさないと本当に厳しいと思います。目を開けて目を背けず、さあ8点です。ここは15ゲームを消化する前に回想も入りました。期待して良いでしょう。482ゲーム投資3問で最初のハッピータイムは挑戦です。よし、あ早かったですね。化け物語に来てから、ただもう総投資はこれで1950枚、喜んでる場合でもありません。参ります。左から左から左、さあまずは最初のハッピータイムですけど、ここは5連ステージ、そしてトレースメージに突入です。メージに流れ切れるんじゃないですか。ここバイバイと絶対掴まないといけませんね。止まれ、右、左、な右、左、中、左、中、左、
ャストチャンス到来です。今回150枚というのは何もなければあっという間ですからね。このチャンス1つ絶対に生かさないといけません。倍々チャンス当選です。ここで2000枚残れば勝ちですね。回答は5枚。これで15倍になります。75枚です。ファイトアップ。いいですよ、順調ですよ。バイバイチャンス。さあこれでバイバイチャンスで上乗せ102枚ですが、まだドレステージが続きます。残りは203枚です。バイバイチャンスのチャンスも続いております。さあここもバイバイチャンスとなりそうですね。2回目、最初6枚です。これで再び変換します。まだダメだ。48枚、ここはあまり邪魔せず。さあこれで残り237枚となってます。ドレステージ終わってしまいました。ただしっかりドレステージバイバイチャンス2回は突入させれましたので、まずはいいスタートですね。この化け物語に関してはこれで最初のマッチタイムは終了ですね。獲得枚数は378枚です。早かったですね。化け物語に座って150枚の投資から、まずは最初のハッピータイムが終了です。いきなりドレステージ行きましたからね。欲しかったです、もうちょっと。本当はここは3ゲームから予約ありません。さあ1回目の NT 当たりは早かったものの、獲得枚数は300数十枚と、ここからまた通常ゲームを追えば飲まれて追加としている可能性ありますけれども、ちょっともうホールの状況を見てもですね、簡単に持ち込んで次の台次の台といける状況でもないですから、ここは持ち込み、しばらく化け物語は続けて回していきます。やめようかとするとこうやってレイヤーが来るんですよね。ここはキョーベルです。どんどん投資は大きくなってます。さあちょっと追いすぎたなって反省してますが、500ゲーム以上回してチャンスも1回しかないというのが残念ですよね。やっとここでチャンスゾーンに入ってくれそうですね。長かったです、1が終わって。最初の AT 挑戦まで、そして AT に入ってバイバイチャンス挑戦までは、あーこれならいけるかもと思ったんですけど、 AT が終わった後一気にハマって、投資はもう2450枚です。そしてこれが2回目のチャンスゾーン突入となります。さあこれ以上のハマりはもう許されません。いきます。ラビリは人をお払いでパララビリ。変わってくれないんですね。なのでI'm sorry.
よかったレインボーにはなってくれました。これで駅はもう間違いありませんが、総投資2500枚になります。おまけ物語でも結局地上を深める状況となってしまいました。駅が終わって565ゲームです。そして総投資はこれで2500枚。ありがとう。さあですね、マイナス凱旋でマイナス化け物語でプラスになるかどうか。もうこれが最後のチャンスになるでしょうね。先ほど1回目のエンディングみたいにいきなりこう曲がりチャンスという時があればいいですけど、何もなければ50枚絶対に50枚で終わらせてはいけないエンディングです。残り3枚というところで、もう何事もなく終わってしまうかと思いましたが、ここはマイナイトを使って、いや危なかったですね。残り3枚、まあ敗北5枚ですけど、ここで伸ばせればこの ND を取って楽しめます。さあここは強制です。やった、右左、やった、わあ50枚きた、少ない。ここまでですね、2回目のマッチタイム獲得枚数は241枚、1回242枚。ちょっと話にならない当たりですね、これも。いややくっけ、ここで2回目の AT は242枚で終了です。やめます、厳しい。2500枚でしょう、こっちこい200枚ぐらい、どうしようもないな。はい、ありがとうございます。今日はアナザーゴッドハーデス、ミリオンゴッド、神々の凱旋、そして最後化け物語と打って、交換枚数はこちら227枚です。まあ、最後、まあ、かなりこう盛り上がっている花々コーナーありますので、そちらで2223枚、せめてマイナス2000枚を切れればなと。もうちょっと時間あるので花々打ちます。なんか悔しか、悔しか。はい、実戦終了でございます。今日はラッキープラザ大武店さん、朝から非常に多くのお客様並ばれている中で、まあ、かなり朝一どの機種から実戦していこうか迷ったんですけど、結局朝一はアナザーゴッドハーデスからのスタートでした。結局、最後はニューキング花々で追加投資を1本行いましたので、今日は総投資が2550枚、そして、交換枚数は化け物語でのこちらのみとなってます。227枚です。はい、というわけでマイナス2323枚という結構なマイナス収支となってしまいました。はい、というわけで今回はこちら、今日初めてお邪魔しましたラッキープラザ大武店さんでの街道日記でしたけれども、まあ、結果は残念でしたが、またリベンジさせていただきたいと思います。以上、シーサの街道日記第482話でした。次回の街道日記は、闇の中見えたのは小さな光、その先にはきっと勝利があると信じて。次回、小さな街道日記第483話、最後の望み、次回もよろしくお願いいたします。